なんかおしゃれなエレベーターだ。来ましたね。今里じゃなくて伊坂のね。この寿司屋あるのか。ここは、東の東京ドームやったから、ビリビリセットじゃなくて、大阪市内なのね。うん。はあはあはあ。で、端っこが、あ、そこにありますね。ここが端っこで、順調に来てますね、ターミナル。はい、すごいですね。そんなパンタグラフ寝かして走ることなかなかないです。確かに、こんなに楽園高いとか立ってないですもんね、まあ。電車ですからね。地下あのトンネルなんて、あんま高く来らん方のがね、そりゃいいですからね。なるほどね。あ、だから地下鉄にサードレールが多いの、それって言われてますもんね。踏切もないですし。よいしょ。で、とりあえず一回降りてみるか。こっからどうするかやな。仕事か。本当に何もなさそうなんだよな。っていうのもなんだけど、本当になさそうなんだよな。さすが大阪なのは、こういうところでもちゃんとフードとハマトンの受け取りやつはありますもんね。あ、払ってた。あ、いや。よいしょ。あ、そうか。ちっちゃい方の場って言いますか、この場。なんか、よう降りなと思ったら。あとで後悔しましょう。短い移動が続くんで、なかなか大変ですね。よいしょ。あ、でもエスカレーター多いですね。名古屋って案外エスカレーターが少ない気がするんやけど。あ、ここ新しい駅っていうのもあるのか。うん。エスカレーターとあるらしは大きいですからね。できたな。よいしょ。ではこんな感じ。まあバス乗り場もある。なんで？なんでこ、東京2020大会のゴールドメダリストの功績を称える記念ゴールドポスト。知らんかった。で、浅村スパイキャーがどうしてここであるんですか？なんかゆかりがあるんですかね。おっと、これは、ん？あ、委託の車庫があるのか。
1時間に1本、うん、ありがとうございます。あ、バスのスクールバスも来るのね。へえ。大阪成蹊学園。へえ。